丁言は中国五漢時代末期の政治家。字は剣用。原は関門の出身。人となりは素略で、管理としての能力は少なかったが、武勇に非敵者を得意とした。命令を受ければ、難を避けず、俗を追う際には、いつも先頭に立った。南県の管理を経て、平州市市や木戸を務め、この頃に旅夫を俗領に取り立てている。霊帝の死後、 寒岸中殺を目論む、何進むによって、東卓、橋マイラーと共に、落葉に召し寄せられた。南進は、命令を偽る提言に、毛津へ兵を放たせ、族と黒山白の仕業と称し、これをもとに寒岸を中殺するよう南大号に、圧力をかけた。毛津が燃え盛る光景は、落葉城内まで届き、南大号は恐れをののいたが、寒岸を排除するには至らなかった。 その後、集金後となった。南進と関官勢力が立て続けに排除されると、低限もまた、東卓の手引きで両夫に殺害され、彼の配下の兵は両夫に従って東卓軍に吸収された。また、当初、東卓の兵は三千に過ぎなかったが、何進む、何苗、低限の兵を立て続けに吸収したことでその勢力は大いに膨らみ、 以後朝廷の実権を掌握することにつながっていった。旅夫、定言を殺害小説、三国支援儀や、それに題材を取った後世の諸作品では、なぜか、定言を継修詩としているものが多い。皇帝配律を図る当宅に反発する気骨の詩として描かれ、軍を率いて場外で対戦している。旅夫の武勇によって、 当宅を苦しめるが、史実と同じクリシクにそそのかされて内容した、両夫によって殺害されてしまう。ありがとうございます。